島津久明教法2年4月5日は、江戸時代中期の薩摩藩士。価格一所自覚。薩摩藩主、島津光久の柔軟で、島津家分家の島津淳な南下の祖。意味川はじめ九次、久明、九郎。大抵の資料では、島津大蔵久明で知られる。陽名は虎松。通称は、虎の進む、四季部、大倉。薩摩藩が老などを務める。 また、吉田、大愛ら、福山の児童歴任。ねじめきよの長女を妻とした関係で、小松家に養子を出すことが多く、小松清香から清雄までの小松家当主は、久明の子孫である。小松清宗に至っては、順次南下の当主でありながら、半名で隠居して、小松家の養子となっている。また、関栄寺本堂の手伝い神の際は、都のがを、 久明が副部業を務める。長男、島津久さ順長女、移住委員倉人久さしのりの妻次女人司令中在門中明の妻三女、島津重左衛門の久さしよけの妻四女、島津証言久さ等の妻次男、島津久さし隆氏現在の鹿児島県鹿児島市、吉田町現在の鹿児島県鹿野屋市同職は後に、大目付けと改名される。なお、島津市政党系図及び、 旧期雑録収一書死刑図3では、家女房と書いてあり、成果及び本名などについては省略されている。ありがとうございます。